エレオノーラ・ゴンザーガは、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の二度目の妻で、皇后。ゴンザーガ家の出身で、マントバ公・ヴィンチェンツォ1世とエレオノーラデメディチの、抜子として生まれる。当時、際立った、美しさで有名な女性だった。1622年に、皇帝フェルディナント2世と結婚した。エレオノーラの父方の祖母母エレオノーラ及び母方の祖母、ジョバンナ。 フェルディナントの父カール及び母方の祖母、アンナのいずれもが皇帝フェルディナント一世の子女という関係であった。また、夫の王子かつ、エレオノーラの王子にあたるオーストリアチロル大公、フェルディナント二世の非アンナカテリーナ・ゴンザーガは、エレオノーラのおばであったが、前年の1621年に死去していた。二人の間に子は生まれなかった。エレオノーラは、グラーツとウィーンに、 カルメル海の施設を建てた。1637年に、夫フェルディナント一世と死別した。フェルディナント一世と最初のヒマリア・アンナ・フォン・バイエルンの、このフェルディナント三世が1651年に三度目の、皇后としたエレオノーラ・マグダレーナ・ゴンザーガは、エレオノーラの兄マントバコフランチェスコ四世の孫に、当たる。このテッソンとの区別のため、エレオノーラは、アルテレと呼ばれた。 1655年にインスブルックで死去した。ありがとうございます。